離党の意思を確認するため面会を持ちかけたのは、都議会自民党の会派を離れ、新しい会派・新風自民党を結成した三人の都議です。このうち山内昭都議と木村元成都議は面会に応じませんでした。代表として出席した大場康信都議は、自らは離党する意思がないことを明らかにして、 自民党公認で都議選に臨む考えを伝えました下村会長は改めて2人に面会を呼びかけています